ミスターブラザーズカットクラブ中崎町店長の藤波です。あれは夏、あったかいですね。半袖でやったんであんまり変わってないですけど、前ほど細身のパンツの出番が少なくなったぐらい、ちょっと太めのパンツを履き出してるっていう。そうですね、古いものとちょっとこう今っぽいものみたいなの組み合わせって感じですね。1日目見ていきます。ちょっと寒くなって服を着込んでる日ですね。結構中崎町は人通りが多いです。止めます。帽子がこれ8年ぐらい前にめっちゃ仲いい友達が台湾に行った時に、台湾のお土産ってあんまなかったっぽくてこれ買ってきたらしくて、なんか屋台で300円ぐらいのやつを僕も8年ぐらいずっと使ってるんですね。冬はもうこれ絶対被るんですよね。いや頑丈じゃないです、ボロボロです。ボロボロなんですけどなんかずっと愛着があるというか、なんか気に入ってずっと、はい。多分駅から出勤ですかねこの日は。ほい、止めます。ネックレスが多分14金のネックレスを2本つけてて、このピンクのやつ僕めっちゃ好きなんですけど、ピンクのやつはクロムハーツの去年の暮れぐらいに発売されて、発売してすぐなくなったんですけど、リサイクルショップのネットで定価より高くなってたんですけど、なんか欲しすぎてこれは買いました。なんかどうやら昔に青山店がオープンした時かなに、なんかノベルティで配ってたみたいなんですけど、それがなんか多分評判良かったのか分からんですけど、新しくこう商品化して、その時はラバーやったんですけど、これがシリコンちょっと頑丈になってるみたいな、そんな感じのやつです。これで、これ上着がヒステリックグラマーの、これなんか古着屋さんで買ったんですけど、でリバーシブルになってて、中が紫のなんかスカジャンみたいな感じになってて、表面はあのベロワのやつみたいな、意外とあったかくて結構着てます。これは中の紫がめちゃくちゃかっこいい。紫にして着ることほとんどないんですけどね。でこの中に着てたパーカーが、これは90年代のバンソンのスカルジップフーディーなんですけど、なんかあんまりなくて、バイク乗る時用のなんかスカルパーカーとか結構生地がポリエステルとか多いんですけど、ザ・パーカーみたいなあんまなくて、これ多分僕メルカリで買ったんかな。多分この色合いとかめっちゃ良くて、ちょっと焦ってるというか結構好きです。毎シーズン着てます。と靴がナイキのショックスネイマールジュニアとナイキのコラボなんですよ。これショックス自体は結構なんか今いろんなとことコラボしてるんですけど、これがいつのかはちょっと忘れたんですけど、お客さんがこれ履いてて、めっちゃかっこいいなと思って、それなんすかって言ったら、これネイマールとのコラボだよって、僕も絶対買うっつって、これは買いました。あんま持ってる人いなくて、例えば白と赤っていう結構スタンダードなカラーリングなんですけど、結構デザインがこのショックスのバネみたいななってて結構好きで履いてます。ズボンはあのユナイテッドアローズのサンズっていう、なんかちょっとこうおしゃれじゃないけど、ユナイテッドアローズよりちょっと崩したようなアイテムが多いラインのやつなんですけど、ドカンってストレートみたいなのがなんか最近欲しくて買いましたね。クロムハーツかな、ピンクの。なんかあれって一歩間違えたらやばいんですよ。ちょっと一歩間違えたらやばいけど、物自体は可愛いんで、あれ間違えたらほんまおもちゃつけてるみたいになるから、結構あれのためにどうしようかなみたいなやったと思うんです。多分チャリですね。自転車なんですけど、昔リーダーバイク乗ってたんですけど、それを売って買い替えた BMX ですね。多分このモデル自体競技用になると思うんですよ。ちゃんとしたなんか街乗り用とかじゃなくて、なおかつその女性とキッズが使うようなモデルらしいんですけど、なんか僕この色が結構好きで、で自分なりにこうハンドル変えてみたりとか、カゴつけたりとか、スタンドつけたりとか、ちょっとこう街乗りっぽくちょっとだけカスタムしてる BMX をほぼ毎日乗ってます。サイズ感とか意外とね、女性用って言われてるんですけど、意外と僕身長177センチなんですけど、意外といけるっていう、なんか逆に可愛いみたいな。ピストバイクじゃないですか。でやっぱこう段差とか行った時にその空気が結構抜けるから、マジで週に1回ぐらいこの自転車買ったところ、中崎林業って近くにあるんですけど、そこに毎週1ぐらい行って空気入れてっていうのを繰り返してて、ちょっとめんどくさいなと思って、ストレスになるから、段差をこういかに柔らかく乗り越えるかみたいな、そんなん考えるのもちょっと嫌になってきたんで、ちょっとタイヤの太いBMX に乗り換えました。でチャリを止めて、はい。この日はあの結構シンプルな格好なんですけど、スタジャン
がナイキの、これ多分そんな古くないんですけど2000年代ぐらいのスタジャンで、これは結構気に入ってて、後ろのこのでかいロゴのマークにスウォッシュがバーコン入ってて、色合いとかも結構良くて結構着てます。意外とあったかいんですよね、これ中キルティングで袖レザーでみたいな、サイズもちょうどいい。パンツがチノパンなんですけど、マルニのパンツで、なんかシルエットが結構独特ででかいんですけど、結構テーパードかかってて、なんか面白い形してるんで、たまに履くっすけど、意外とどんな格好にもできるんで、でもたまにしか履かないっす。で、入って多分予約表見てですね。このサングラスなんですけど、レイバンの昔のやつ。もともと多分レイバンってボシュロム社っていうところやったと思うんですよ、確か。で、そこからレイバンに変わる移行期みたいな時のやつやと思うんですよ。なんかボシュロムの BL ってロゴが入ってるんですよ、このメガネ。けどレイバンっても入ってるんですよ。ちょっと詳しくないんで分かんないですけど、多分そのギリギリぐらいのとこなんじゃないかなって。これ普通にメルカリで買ったんですけど。いやでもそんなレアではないんですよ。でもなんかその僕はこれデザインで選んで、だいたい僕あの右の棚のところにメガネとか置いてるんで、で朝来たらだいたいセットするんですけど、今日はもうセットしてきてるんで、髪の毛をブラシで整えて、で靴があの GH バス、多分これあの2年前ぐらいの時も履いてたっす。これ結構長く履いてます。ソールをビブラムソールにしようかなってちょっと思ってるっす今。本当はなんかここ滑り止めとかつけるっぽいんですけど、僕そのまま履いてて、ね、以上で2日目終わりです。シンプルやったんで、なんか意外とどこからも決めてなくて、なんかシンプルで行こうみたいな、綺麗な格好をしようって多分思わないとあんなシンプルにならないんで、極力こう大人っぽい感じでした日ですよね、多分あれは。うん、多分そうっす。1回目行きます。1回目は入る前に1回休憩して、大東洋から出てきたおじさんが横を切って、この日はキャップですね。これ僕あの2年前の撮った、それこそその時緑のやつ被ってたんですよ僕。色違いです。紫色のナイキの2000年代ぐらいのメッシュキャップ、ザシンプルなメッシュキャップで、でも色が独特で、こういうなんか何でもない時に被ったりします。アウター、これアウターが結構前に買ったやつなんですけど、ロシアのブランド、ゴーシャ・ラブチンスキーみたいな、今はないんかもしれないですけど、ブランド自体が分かんないですけど、その時結構流行ってて、あんまお金なかったんですけど頑張って、ちょっと高かったんですけど、セレクトショップで買いましたね。これはめっちゃ昔に10万ぐらい、その時僕まだアシスタントかなんかやったんですよ、けど頑張って買ったやつです。で愛着あって今でも着てます。これ中のオレンジのパーカーなんですけど、これはなんかノーブランドなんですけど、50年代ぐらいの結構ショート丈で色褪せまくったなんかヴィンテージのパーカーですね。これは靴がエアジョーダン1のストームブルー、青色なんですけど、青色ってめっちゃあるんですよ、そのエアジョーダン1って。なんか水色とかもいっぱいあるんですよ。でもっと濃い青とか紺色っぽいやつとかいっぱいあるんですけど、僕この真っ青のやつが好きで、これスニダンで買いましたね。よく見たら分かると思うんですけど、あのソールのヒールプロテクター、守るくんっていう、靴が削れないようになんかノリで貼っつける外付けのソールみたいなのがあるんですよ、かかとだけ。それよく見たら多分この青色のやつが重なってると思うんですけど、これは絶対つけてます。僕持ってるエアジョーダンはなんか削れたら嫌なんで。そしてこの時はインスタをチェックしてるのかで、この日のパンツはリーバイスの517のポリエステルのポリパン、まあ、スラックスみたいな感じです、まあ、ちょっと古めなのかな、90年代80年代ぐらいの。結構なんかこれは最近あんま数なくなってきてるんですけど、昔めちゃくちゃあって、ベージュと黒とネイビーか思ってて、これが今ネイビーです。靴かっこいい、我ながらかっこいい靴。このショート丈のパーカー結構きますね。これは3日目はオレンジのパーカー、オレンジのパーカーとスニーカーやと思うんですね、あの日は。僕結構スラックスにエアジョーダンみたいな、なんかそういうの結構好きで、なんか多分そのカルチャーとは逆行してると思うんですけど、結構なんか好きっすね、ああいうの。服が好きになってきたのが多分中学生高校生ぐらいで、ベーシングエップとかシュプリームとかもちょっと流行り出してたぐらい時で、みんながこうバーって買い出してたんですけど、やっぱ結局みんな同じやつになったりとか、それってどうしたら解消されるんやろうと思った時に、ちょっとアーカイブをディグってみたりと か、 だから結構なんか気づいたらですね、気づいたら昔の服を買ってたかな。だから僕あんまりその新しいもの買わないかもしれないです。そのショップに行ってセレクトショップとか行って買うとかってあんまりないかも、たまにぐらい。今ちょっと気になってるのはコート、チェスターコートかな、が欲しくて探してるんですけど、コムデギャルソンのアーカイブとか、なんか昔のシルエット結構面白かったりするんで、コムデギャルソン
探してたりとかですかね。コートが欲しいですね。以上で3日間のコーディネート紹介終わりです。また今後も他のメンバー東京大阪であると思うのでまたお願いします。お疲れ様でした。